どうも、カナダ道場ラフテック研究所の代表高野教師です。久しぶりです。ナポリの練習に行くのは、実は、先週はですね、自宅待機中だったし、その前の週もちょっと行けなかったので、久しぶりです。これはね、仕方がないことなんですけれども、でも、その動けるチャンス、活動できるチャンスを僕はしっかりとやりたいなと思っております。できれば、今、6年生に今関わってるんですけれども、6年生のナポリの子には、いい走り方っていうのを身につけてほしい。そのいい走り方っていうのは何なのかっていうのを分かってほしい。考えるようになってほしい。で、自分がこう、いい感じに走れて気持ちがいいっていうふうに思ってほしいんですよね。そういうふうに持っていけるように頑張っていきたいなと思っております。これから行ってきます。7時からなんで、ちょうど、いい時間になっております。だいぶ本当天気も良くなってきて、気温も良くなってきて、外で動くにはすごくいい時期なんですけれども、コロナが本当に、いろんな学校、学級閉鎖とか出てまして、なかなか大変です。できればね、とりあえず動いて移ったら仕方がないっていうふうな気持ちになれればいいんですけどね、なかなかそういうわけにもいかない。特効薬がね、出てくるといいんだなと思いますけれども、それまでは頑張って、今やれることを頑張っていきたいなと思います。とりあえずこれから、久しぶりの、何週間ぶりだろうってぐらいのナポリの練習、トレーニング行っていきたいと思います。頑張ります。それでは、また。